エスペン、ブレーデセンは、ノルウェーオスロ出身の元スキージャンプ選手。10歳の時にスキージャンプ競技を始めた。20歳の時の1989年12月16日、札幌で、スキージャンプワールドカップにデビュー。この時は45位だった。1991年12月14日、札幌、宮の森で地震発の1桁順位となる8位となった。 1992年のアルベールビルオリンピックでは最悪の出来でラージヒルでは最下位の58位ノーマルヒルでも59人中57位に終わった彼は1ヶ月前から V 字ジャンプに切り替えようとしているところだったこの結果ブレーデ戦はエスペンザイーグルというあだ名を付けられたスウェーデンのファールンで行われた1993年ノルディックスキー世界選手権で個人ラージヒル 団体ラージヒルで共に金メダルを獲得した。翌1993から94年シーズンにはジャンプ週間を制して地元のノルウェーで行われたリレハンメルオリンピックの個人ノーマルヒルで金メダル、ラージヒルでもイエンスバイス付録に次いで金メダルを獲得した。また1994年にプラニツァで行われたスキーフライング世界選手権でもヤロスラフサカラに次いで 銀メダルを獲得した。彼はフライングヒルで1994年には209メートル、1997年には210メートルの世界記録を達成している。そしてこのシーズンのワールドカップで総合優勝を達成。ノルウェー選手としては1986、87シーズンのベガールオパース以来二人目の快挙だった。また1993年には ホルメン高連大会で優勝。1994年にはホルメン高連メダルを受賞した。ワールドカップでは通算発祥。ノルウェー選手権では合計9個のタイトルを獲得している。1998年長野オリンピックでは開会式においてノルウェー選手団の騎手を務めた。1999、2000シーズンを最後に現役を引退。 1999年12月19日、ポーランドのザコパネがワールドカップでの最後の試合だった。引退を決意した要因の一つが、同年のマナ娘オーロラの誕生だった。現在はオーロラと1997年に結婚した妻、ビベケと共にトロンハイムで暮らしている。リレハンメルオリンピックの団体ジャンプで日本が金メダルをほぼ焼酎にしていたところ、 原田雅彦が大失敗ジャンプをしてしまったことに対してバイス付録が声をかけたことで原田が萎縮して失敗ジャンプになったのだろうとマスコミに話している。ありがとうございます。